キッズです。今日は見ての通りサーフィンする格好でやってまいりました。僕ら今日ほらインサイドだけどいい波、あそこのセットとか逆光でちょっと見えない、綺麗に割れてる。あとやっと風が収まって思っておりおりめっちゃいい波だからこれをみんなでやっていきます。今日多分サチ君は多分動画メインで撮ってくれるそうなんで、多分そこよろしくお願いします。ボードは僕が今日使うのはこの2つ、多分こっちメインで使うけど、こっちは NSP のティーチャーズペットっつって7フィートで、これすごい初心者でも普通にスムーズだし、これしかもシングルピン、すごいねスピードも出てね、アップスとかもしやすい。でこっちが今あそこにいるお父さんが使います。お父さんが陸からの動画も撮ってくれます。サチ君のこれはセミロングです。セミロング以上。ハル君の、僕のは僕はアメリカのカリフォルニアで削ってるロストっていうの一番最新の。おい自慢すんだよ自慢すんだよ。かっこよくねピン。あ、そう、これはソーキのと交換しようぜ。交換しようぜカラフル多分つけれれじゃあもうめっちゃ簡単に取れるよ。まあじゃあいいよ、挟まって挟まっていいよ。じゃあえい、じゃあ入るか。見て、あの波やばちょっとつける久しぶりでちょっとつける。はい、それでは海に行きます。レッツゴー。行きます。ガッあんま、うわ、撮影するんだけどこれは。みんなで2時間ぐらい入って。
結構ハレがねインサイドのチューブ入って、俺も誰チューブ入るっすよ。そう、1、2本ぐらいいいのが取れたかなって感じだね。多分ね、多分今さっき見てるか、俺ら見てないかまだ。まあそんな感じで結構ね、地形も良くなってきたね。でも風が入って変わって入ってきてるね、時代入ってきて。じゃあ午後から PV 撮影いってらっしゃい。俺ら編集お願いします。頑張ってください。じゃあまたね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録すると。じゃあまた次回の動画でね。バイバイ。バイバイ。